クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。最内枠がこの馬にどう影響するのか。希望通りの展開に持ち込めるでしょうか。スカイディグニティ、その漆黒の馬体には力強さがみなぎっています。里のギャラント、前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。トリップ、先頭でレースを引っ張るのはこの馬か。この馬の逃げっぷりがレースの鍵を握りそうです。統計ヘイロー、直線の差し比べならこの馬も負けてはいません。自慢の末足を武器に G1 ダッシュを狙います。ディサイファー、 G1 の大舞台ですが臆することなく挑みます。アステロイドルイ、この馬の差し足の鋭さはまさに一級品と言っていいでしょう。直線で自慢の末足が炸裂するか。ベールドインパクト、悠然としたその漆黒の馬体に何かを起こす気配を秘めています。ラブイズブーシェ、鞍上は芝の騎乗に定評あり、ここは一発を狙っています。アドマイアムーブ、芝の名手を背にこの大舞台に挑みます。鞍上の好リードでいざ G1 制覇へ。ヒストリカル、大きな舞台は鞍上の得意とするところ、おそらく一発を狙っているでしょう。名勝ゼーラ、もう2着はいらない。サツキショーとダービー共に2着だった悔しさをここ淀にぶつけます。ゴールドシップ、また一頭影の実力馬が登場、好走を期待したいところです。アルキメデス、好位差しがこの馬の新庄、すっと先段につけ理想の展開に持ち込みたいところです。コスモ大空、数々の影の名馬の面影がこの馬にも垣間見られます。好走を期待したいところです。サルトリーリワード、サラブレッドらしい見事な影の馬体が G1 の大舞台でさらに映えます。コーポラルケイ、前走の敗戦を今日の勝利につなげたい。大舞台でこの馬本来の走りに期待したいところです。マイネルロブスト、こちらは今日の2番人気、人気は譲っても勝利を譲る気はありません。ウィンガイセン、さあいよいよファンファーレです。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のウィンガイセン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さて何が行くのでしょうか。腹を切ったのは統計ヘイロー、続いてサルトリーリワード、この馬も前へ、さらにはコスモ大空、足毛の馬体、ウィンガイセン、その後ろ先手を取ったのは統計ヘイロー、大きく離れました。トリップ、その隣にアドマイアムーム、すぐ隣に名勝ゼーラー、少し離れてコーポラルケイン、続いています。並んで連勝中のアルキメデス、すぐ後ろにマイネルロブスト。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。ディサイファー、それに続いています。白の帽子、スカイディグニティ、その後ろ、その外にラブイズブーシェ、並んで7番、ベールドインパクト、アステロイドルイ、この馬もこのグループ、ゴールドシップ、この位置です。里のギャラント、すぐ後ろしんがりからヒストリカル、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。4番統計ヘイロー、依然として先頭、逃げる逃げる、これは差が開きました。そして大きく離れてサルトリーリワード、この位置です。すぐ後ろに名勝ゼーラー、その後ろにコスモ大空、これに続いてコーポラルケイン、その外からウィンガイセン、並んで17番、マイネルロブスト、内からはアルキメデス。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。先頭は依然として統計ヘイロー、リードは6馬身ぐらいあります。統計ヘイロー一人旅、大きく離されて2番手はマイネルロブスト、間を挟んで名勝ゼーラー、3番手ゴールドシップ、まだ来ない。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は統計ヘイロー、
離れてマイネルロブスト、名称ゼーラー、その後ろ、内からはアルキメデス、その隣からはオーポラルケイン。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アルキメデス先頭、外から勢いよくウィン凱旋、先頭残り 200m、 さあ先頭は今度はゴールドシップ、2番手はウィン凱旋。とてつもない強さ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はベールドインパクト、3着にスカイディグニティ、ゴールドシップ素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。